広末涼子かと思った、氷川きよし美脚全開のショーパン姿披露、年々綺麗になっていく。1年8ヶ月ぶりに活動を再開した歌手の氷川きよしシ。2023年1月から休養していたが、8月17日にステージに立ち、約3時間にわたって力強い歌声を披露。復帰を待ち焦がれていたファンを安堵させた。写真あり、 広瀬涼子にしか見えない氷川清キのショーパン姿。氷川は8月22日、インスタグラムを更新。8月17日のガーデンシアターを一人お一人の方に深く心から感謝いたします。ありがとうございました。と綴り、2枚の散歩姿の写真を投稿。その写真が話題となっている。X では、 広末涼子かと思ったら氷川きよしだった。オフショットの米倉涼子さんかと思いました。クソ美人やん。など、その美貌が絶賛されているのだ。氷川さんは黒のキャップに大きめのサングラスで、グレーの T シャツにスニーカーという姿。まるで海外のモデルのような雰囲気を漂わせていますが、何と言っても目を引くのは、ショートパンツからスラリと伸びた美脚です。 以前からジェンダーレスなビジュアルが注目されていましたが、さらに洗練されてきたような印象を受けます。芸能記者。X には他にも。テカ・キーナちゃん、足しらすぎ綺麗すぎ。氷川清キ年々綺麗になってくのでめちゃめちゃすごい。と、称賛する声が並んでいる。氷川さんはデビュー以来24年間所属してきた事務所を。 2024年3月で退所し、新たに事務所を設立しました。演歌色の強い事務所からの独立でもあり、演歌のプリンスから脱却し、自分のやりたいことができる環境が整ったわけです。以前から美容にも強い関心があり、ビジュアルも自身の内面を反映したものに変化してきましたが、その傾向はますます強くなるのではないでしょうか。どう 9月6日には47歳になる氷川だが、氷川きよしが46ってことに驚き。もっと若いと思ってた、との声も。うーん、確かに。